どうもこんにちは、今回はですねシングルバーナーのお話です。今までですねシングルバーナーを2つ使ってたんですけれども、今回はこれを購入しました。外のレギュラーストーブフュージョン、ST330 です。それではですね早速中を見ていこうと思うんですが、中身はねすごく単純でこんな感じで入ってます。こういったものなんですけれども、今までね購入してたものと比べてこのね外のシングルバーナー正直高いです。で今まで安いものしか買わなかったのになんでこの高いものを買うのって思われる方もいると思うんですが、キャンプを始めてですね時間も経っていろんなねこういう、キャンプ道具とかを使いながら、自分なりにですね知識が増えていきまして、今回ねこれを買ったのはですねちゃんと理由があるのでその辺もね後でご説明したいなと思います。ちゃんと音がしますね。開くと、こんな感じで、ロックがかかるようになってます。ちょっとねいろんなサイトとか見てるとここの遊びが大きいっていう話があったんですけども、これぐらいだったらいいんじゃないかなって感じですね。こんな感じでちょっと動くんですけど、まあ問題ないでしょう。で今回ねこれを買ったんですけれども、この上にねちょっとちっちゃなテーブル、クッカースタンドですか、クッカースタンドを用意して使うつもりなので、この五徳に関しては、たまに使うという感じにしようかなと思ってます。合わせてグリッと回すと完成と。これでねもう使える状態になってます。この外のね、ST330 大体ね1万円ぐらいです。で今まで使ってた CB 缶と、OD 缶両方使える同じようなもの、こっちはね確か3000円するかしないかぐらいだったと思います。こっちの外の方が断然高いです。僕としてはですね基本的に安いものだけを購入して、レビューするとか使い勝手をですね見てる方にお届けするというふうにやってたんですけれども、今回ですねシングルバーナーを新しくするにあたってなぜこの外の330にしたのかというところをですね今からご説明したいなと思います。まずはですね今まで使ってたものこちらをねご説明したいんですけれども、点火する場合なんですが、まずですねこちらでガスを出します。ガスを出したらここで点火します。これが今までのもの。対してですね外はどうかっていうと、ここガスを開いてここで点火します。こっちには点火スイッチはついてません。これすごくね小さな違いと思いがちなんですけれども、例えばここに鍋を置いたとします。鍋を置いたとしてここでつけるんですけども、このねちっちゃい時はいいんですよ。乗せるものが小さい時はいいんですけど、例えばこういうねある程度大きなものを乗せたとします。こういう場合はひねってちょっとこうね手を潜り込ませて、あこの辺かな、あ大丈夫かなと思いながらもカチッとやるわけなんですけれども、これね見えないんですよスイッチの場所があんまり。で見えたとしてもこのなんていうんですかね、ガスをひねってやるのでこうね一気にボッてくるんです。でボッてくるから結構怖いんですよね。火をつけた途端におおってこう手を離すような感じで、結構毎回ねハラハラしながらやるような感じです。僕はねある程度慣れてるんで、言っても火がボッていうだけでそんなに熱くないのは分かってるんで、こういう風にできるんですけども、例えばうちの奥さんとかにやってもらおうとするとやっぱりね怖がってなかなかできないということで、ここにスイッチがあるのでちょっとね使いづらいなと思うところがありました。その点この外であれば、このホースがありまして、ホースから離れてこうカチッといけますんで、これはね使い勝手という面ではかなり大きなところなんじゃないかなと思います。さあそしてまた次にですね違いの辺もお話ししたいんですが、こんな感じでね以前使ってた方もセットしました。でこのね切り口がここにあるんですけども、外の方は完璧に上を向いてますよね。なぜこれが上を向くかというと、こんな感じで土台があります。土台があるので、必ずこういう風に上を向いてくれると。で、今までねコメント欄とかでも結構いただいたんですけれども、このね CB 缶の正しい使い方としては、
この切ってあるところ、切ってあるところが上を向くのが正しい使い方ということで、これがね横になったりとかすると、液体のガスが出てきたりとかして不安定になるよということをですね、コメントとかで教えていただきました。安いから購入しまして未だに使えてるんですけれども、こっちはどうかというと、この切ってあるところ、これがね構造上ね横を向くんですよ。上に向かせようとしても難しい。なので、ガスをですね安定して出すという意味でも、さすがにね高いだけあってこちらの方が優れてるなという感じがします。で次にですね、こちらもちょっと一目瞭然かなという感じはするんですが、こちらがですね外の ST330 の火が出るところで、対してこちらが今まで使ってた火が出るところです。あと火が出るところの形状にもちょっと違いがありまして、これはね風防が全くついてないですよね。風防がついてないので、風の影響をねもろに受けます。なので、ウィンドスクリーンとか置いとかないとなかなかね火が安定しないというところがあります。で対してこの外の方はどうかと言いますと、これねすり鉢状になってます。こう下がるようになってますんで、ここ自体がね風防の役割を果たしてくれて、なかなかね火も消えにくいんじゃないかなと思います。やっぱりねこういったものを屋外で使うので、風対策とかっていうのも、ちゃんとないと、まあ料理するのが厳しいのかなという感じがします。このすり鉢状になってる形が、風に強いということなので、本当なのかどうかっていうのをねちょっとやってみたいなと思います。横からね扇風機をちょっと当ててみましょう。で今回ですねこちら本当に初めて使いますんで、まずは点火式をやってみたいなと思います。炎が多分綺麗に出すぎてて見えない。こんなね同じような感じで火をつけまして、まずは弱。今度は中。こんな感じになってまして、右側の方はもう半分以上ね火が飛んでるような状態です。半分以上かな。ただ外の方に関しては問題なくいけてるような感じですよね。あ、そして今ね消えました。片方が、安い方が消えて外の方はまだ全然大丈夫と。やっぱり風の影響を受けますけども、そんなに弱まってないですよね。ちょっとしばらくこの状態で焼いてみて、足が熱くなるかどうかですよね。その辺もちょっと見てみたいんですけども、一応ね説明書には、このね足が熱くなったりするので木製の机の上とかでは使わないでくださいみたいなことが書いてありました。今のところ別に熱くなくてはないかな。これが鍋とかを置いて全体がお得とかが温まってくると違うでしょうね。とりあえずねフライパンを置いてみましたけども、フライパンはね普通に安定感がある感じかな。問題ないでしょう。さあこれで、フライパンが温まってきて、その熱が五徳に移って、この五徳が熱くなるかどうかですよね。とりあえず沸騰するまでやってみようかなと思います。はい、沸騰してきたのでねちょっと触ってみましょう。一応触れるかな。熱くて移動できないとかってことはないですね。ないんですけど、テーブルがだいぶ熱くなりますね。これ結構熱い。ここから反射した熱がこの下の方に行ってるってことでしょうね。まあ、だからごとくも熱くなるわけで、これ多分ずっとほっといたらやっぱり熱くなるでしょうね。なるほど。ここの足の部分にですね耐熱のシリコンチューブを通したりするみたいなので、やっぱりそれをなんかやった方が良さそうな気がしますね。ただ僕がね使ってるテーブルっていうのは自作のロールテーブルなので、でなおかつ、焦げ茶の色をしてますので、まあ焦げたとしても少々わからないでしょう。
で、こちらを収納するときですが、今ね、ここロックがかかってます。ロックがかかってるので、持ち上げて折ると、で、持ち上げて折るという感じで、このホースに向かって折っていくという感じになります。そしたらこうなりますので、まあね、適当に100均とかで買ってきたケースにでも入れておけばいいでしょう。はい、こんな感じでケースに入りました。もともとね、ケースはついてないんですけども、まあこれで十分なんじゃないかなと思います。ということでですね、今回は外の ST330 を購入してみました。こういった感じのですね、今まで使ってた安いシングルバーナー、値段はね、全く違うんですけども、こちらのね、ST330 の方が優れてる点、これについてですね、お話ししました。今後はですね、この ST330、これをですね、メインで使っていこうかなと思います。それでは